すごく楽しいわね。はい、パーティーはどう？わ、全部すごく楽しいよ。あー、美味しそう。本当ね。みんなには分けないからね。このアイスクリームは私のものなの。あー、イケメンがいる。見てよ、彼がこっちを見てる。さあ、可愛い顔をして。あー、信じられない。興奮で倒れそうよ。ちょっと、あ、ローラのアイスクリーム、女の子に夢中みたいね。ちょっとだけ舐めちゃおうっと。ちょっと、私のアイスクリームを舐めないでよ。あ、アイスクリーム、誰も見てない間に舐めちゃおうっと。あ、甘くて美味しい。キャンディ、二度と同じことをしないで。このアイスクリームは完璧ね。ちょっと、私のアイスクリームはどこ？スージー、全部食べちゃったの？もう二人にはうんざりよ。今すぐチャレンジを始めましょう。それじゃあ行くわよ。あ、オレオが一つだけあるね。一つしかないから、みんなで分けないと。まずはカードを引いて、それぞれ何をするか決めよう。ちょっと、喧嘩しないで。カードはもう用意してあるよ。あー、キャンディーが一番運が悪かったみたい。何もできないって。それじゃあ、ローラのカードを見てみよう。そんなのずるい？絶対に食べるわ。嘘、ダメなの？スージーの方は？あ、食べられるわ。次はローラ。あ、舐められるっていいね。それじゃあみんなでオレオを味わってみよう。舐めるだけなの？まあいいか。どう？先に食べる？いや、いいわよ、舐めて。やった。じゃあ、舐めていくわよ。見たらもう食べたくなるはずね。本当に最高だった。はい、よだれ入りオレオを食べてもいいわよ。頑張れ。うわ、気持ち悪い。こんなの食べたくない。あー、最悪。もう無理よ。うわ、気持ち悪い。吐いちゃいそうなんだけど。うわ、ちょっと、何笑ってるの？最悪。待って、私がクローシュを開けるわ。え、嘘、本物のサボテンじゃないよね。なんだかおかしいと思うわ。本物なの？ああ、私の指が、本物のサボテンだからすっごくトゲトゲしてる。指が真っ赤になっちゃったよ。もっと気をつけないと。私が絆創膏を貼ってあげるから痛みが和らぐはずよ。ほら、これで良くなった？役に立てて嬉しいわ。ありがとう、キャンディ。カードをめくって。最初はスージー、何もしなくてもいいみたい。次はキャンディーだよ。あー、かわいそうに、舐めなきゃいけないんだね。でも一番不運なのはローラだよ。だってサボテンをかじらなきゃいけないんだから。それじゃあどんどん始めよう。やだ、まずはローラから。やだ、先には食べないわ。なんでよ、ローラから食べて。もう目が回るわ。早く決めて。最初にやるのはじゃんけんで負けた人よ。それじゃあじゃんけんをしてみよう。あー、かわいそうに、負けたのはキャンディーだね。なんでこうなるの？こんなの耐えられないよ。でも舐めるしかないわね。あ、私のベロが大変。どうにかしてよ。
トゲを抜いて。もう無理。信じちゃった？これは偽物の舌よ。本物じゃないの。キャンディー、ふざけるのはここまでにして。本物のベロでサボテンも舐めてもらうよ。嘘でしょ。舐めてみるわ。あ、でもちょっと待って。トゲがある限り私は絶対に舐めないわ。だって危ないもん。だからこのサボテンに新しいヘアスタイルをしてあげるわ。トゲを全部剃っていくんだ。ここもここも少し切って。あ、ごめんねスージー。私は大丈夫よ。私に触れないで。自分でトゲを取るから。ごめんなさい。でも見て、サボテンが可愛くなった。じゃあ舐めてみるわね。あれ、味がしない。もう一回舐めてもいいぐらいよ。次はローラがサボテンをかじる番ね。そうみたいね。本当はそんなことしたくないけど、トゲがない分マシだわ。うわ、全然美味しくない。あ、痛いよ。これでラスト。あ、気に入らなかった。まずかったよ。ちょっとひどいじゃないの。次は何が入ってるのかな。早く開けてみて。うわ、気持ち悪いね。臭いカビチーズだ。運が悪かったね。どんなカードが当たるのか気になるところかな。早くめくってみて。残念だけどキャンディーは食べないといけないよ。次はスージー。あ、一番ラッキーみたい。何もしなくていいんだって。よかったね。ということはローラは舐める係かな。Okay. かじるよりはマシだけど、忘れちゃいけないのはこのチーズがとっても臭いってこと。どうやら私から始めるみたいね。わかった、やってみるわ。あ、いいこと考えた。この問題を解決する方法を思いついたわ。鼻に洗濯バサミをつければいいの。これで簡単にチーズを舐められるわね。うん、匂いさえしなければそんなに悪くないかも。Oh, no! 私がもらうわ。あ、いい感じ。え、何この匂い。ちょっと、洗濯バサミはどこなの。早く食べて。私も洗濯バサミが欲しい。でも食べるしかないのね。匂いがひどすぎて嗅いだだけで気持ち悪くなる。うわ、気持ち悪いよ。みんな助けて。気分が悪くなっちゃった。キャンディー、スージーとローラはそれだけじゃ気が済まないみたい。残念だけどチーズを全部食べないといけないよ。視聴者のみんなはコメント欄でキャンディーを応援してくれるかな。あー、すごい、食べ終わったみたいだね。視聴者のみんな、応援ありがとう。あれ、全部食べたの。あ、チーズの匂いがしない。あ、本当じゃないの。すごいわね。あ、気持ち悪くなってきた。あ、ごめん、わざとじゃないの。やっぱり変な匂いがするわね。あれ、どこ行ったの。みんなも気分が悪くなっちゃったみたい。今度は何が入ってるのかな。一緒に開けてみて。あ、ハバババだ。どんなカードが当たるのか気になるね。キャンディーは何もできないんだ。スージー、食べられるんだね。おめでとう。キャンディー、何もできないの。かわいそうに。やった、私は舐める係よ。悪くないわね。じゃあ私から始めるわよ。ガムをかじって巨大な風船を作りたいの。何、ローラから始めたいの。
綺麗。すごく美味しいわね。舐めるだけでも本当に美味しいわ。あ、いいこと考えた。全部広げて隅々まで舐めていこうっと。じゃあ行くわよ。あー、このガム最高。嘘。ガムがローラのよだれでベトベトになっちゃうじゃない。そんなの絶対に許さないわ。うわ、もう全部よだれでベトベトになってる。最悪。でも食べるしかないのよね。うわ、気持ち悪い。こんなの無理。ちょっと、どっかやってよ。あ、大変。ガムがキャンディーの髪に絡まっちゃった。これで誰も食べられなくなっちゃったね。みんな、今日の動画は気に入った？コメント欄で教えてね。そして、チャンネル登録も忘れずに。バイバイ。